シャルル・グレールは、スイスで生まれ、フランスで活動した画家。1843年、ポール・ドラ・ローシュのアトリエを引き継ぎ、後に有名になるクロード・モネ、ピエール・オー・ミュストル・ノワール、アルフレッド・シスレー、ジェームズ・マクニール・ホイスラーといった若いアーティストたちを、生徒として受け入れた。スイス・ローザンヌ近郊の守備で生まれた。彼の両親は、彼が8歳か9歳の時に亡くなり、 フランスのリヨンでおじいに引き取られて育てられ、産業学校に通った。クロード・ボン・ヌフォンの下で絵を学び始め、パリに出てからエコール・デ・ボザールに入学し、ルイ・エルさんに指示した。アカデミー・シュイスにも出席し、リチャード・パークス・ボニントンのアトリエで水彩画の技法を学んだ。イタリアに行き、オランス・ベルネやルイ・レオポール・ロベールと知り合った。ベルネの推薦により、アメリカ人、 ジョン・ローウェル・ジュニアの東地中海への旅に同行し、そこで見た情景を記録している。1834年にイタリアを立ち、ギリシャ、トルコ、そして1835年11月までエジプトに滞在した後、ローウェルはインドに向かったが、クレイルはエジプトとシリアの旅行を続け、1838年にフランスに帰国した。カイロでは乱病に侵され、 レバノンでは高熱に倒れるなど、リヨンに戻った時は病気で弱っていた。病気から回復してくると、パリに向かい、アトリエを構えた。翌後のディアナ、若い、ネビア人という2点の装飾的パネルが初期の名作であるが、これらは後年になるまで注目を浴びなかった。実質的にキャリアの第一歩を築いたのは、1840年のサロンド。 パリに出品したヨハネの目視であった。続いて1843年の夕暮れで第2級メダルを獲得した。こうした成功にもかかわらず、グレールは美術界の競争の第一線から退き、静かに自らの芸術の追求を続けた。1845年に死との別れを出品した後は、1849年に出身、 バッカスの巫女たちの踊りを出品した他はサロンへの出品をしていない。1843年にパリで有力だったポールドラローシュのアトリエを引き継ぎ、画塾生への教育を行った。この画塾に学んだ生徒には、ジャンレオン・ジェローム、ジャンル・ヤモン、オーギスト・トゥール・ムーシュの他、後の印象派を形成するモネ、ルノワール、シスレー、フレデリック・バジールなどがいる。グレールは、 生徒から授業料を徴収せず、アトリエの家賃とモデル代の分担金を受け取るだけであった。教育方針も自由であった。1874年、開顧店に向かう途中に休止した。生涯結婚はしていない。ありがとうございます。